仮面三層殺人事件で人役を演じます畑中智之です。よろしくお願いします。はい、僕はですね、前回の仮面三層殺人事件の初演の時にですね、同じ仁の役をやっておりまして、今回また同じ役で、呼んでいただけてとても光栄に思っております。僕が演じる仁という役はですね、強盗を行ってで、そこからこの仮面三層の方に、逃げてきて、隠れようとして、事件に巻き込まれていくみたいな強盗犯の役なんですけれども、この作品のこの仁の役が面白くてですね、強盗犯のくせにですね、探偵役のようなポジションに入ってしまうという、とても面白い役となっております。現場のこう回した役というか、狂言回しというか、書き回す役ですので、見ていてもきっとスカッとしていただけるんじゃないかなと思っております。作品のこう構成もですね、非常に面白くなっておりますので、最後驚くこと間違いなしの作品でございます。この仮面三層殺人事件は、東京公演は、10月11日から池袋サンシャイン劇場で上演いたします。大阪公演は10月の18、19と サンケイホールブリーゼンで上演いたします。ぜひ劇場に遊びに来てください。一緒にミステリーを楽しみましょう。お待ちしてます。